タリバンでね、女性の人権がという話がありますよね。この前、先週のそこまで行って委員会もイスラムの先生なんだっけ、あ、高橋和夫さん、そうそう、高橋和夫さん、なんかあの人ね、なんかタリバンの肩持つんだよね。ちょっと気色悪いのよ。いや、タリバンそんな悪くないですみたいなのをちょこちょこ出してくるんですよ。いや、ちってもやばいことしてますよねって言ったら、やばいことはしてるんですけど、でもみたいな感じで、あれで高橋和夫さんの発言でね、いや、タリバンはね、女性のなんか人権がどうのこうの言うけども、日本ではね、女性がボクシングしたらなんかおかしいみたいな、そんな言動だってありますから、そんな悪く言えないですよみたいなこと言ってんですよ。いやいや、ちょっと待てって話で、それ一緒に比較する内容、例えばね、女性は話が長いとか、女性が殴り合うボクシングって誰が見て面白いのみたいなのって、まあそのね、話は不適切だと思いますけども、タリバンのね、女性の人権を蹂躙するのと比較して日本も言えないなって、いやいや、そんな全然もう次元が違いすぎるっしょ。あ、張本さんね、そのボクシングは張本さんね、女性の話が長いのは森さんですよ。私のこのおっさんおかしいだろうと思って言いましたよ。いやいや、これ比較の対象おかしいだろうって言ったらね、いや、でもあのイスラムっていうのはもともと女性の権利がこうですけど、いやいや、なっちゃいや、仮にそうだとしてもタリバンはこれ行き過ぎでしょって話し、いや、でもまあ、そんなもんですみたいなね、私がいろいろ突っ込んだら もごもごしちゃってね、何も言えなくなっちゃいましたけどね。はい、だいたいほら、僕よりだいぶ年上の方がね出てますので、あんまそんな仲良く、ね、そうそう、仲良く喋ったりってないんですけどね、まあ話しやすいのは須田さんぐらいですかね。須田さん本当にいいんですよ皆さん。そうそう、そうね、あの好きな方で言ったら本当にダントツ須田さんって素晴らしいですね、はい、須田さんはみんな、まあただね、うちの娘は当時ね、2歳だったかな、あのちょっと家族紹介したことなかったので、僕はたまたま須田さんのニュースにお正月ぐらいに出た時に、まあ正月の挨拶も兼ねて妻と子供一緒に行ったんですよ、はい、そしたら須田さんを見た瞬間、うちの娘がガチンって固まって、わかるんです、壁に顔をうずめたんです、動かなくなった。わかるんですか、その年であの風貌の、そう、なんか危なさが、なんか未知との遭遇とかやばいものを見たみたいな感じで、そうなんですよね、であんな反応したの後にも先にも、あの時だけですよ。危機能力が高いという続き、そうね、危機管理能力の高さ、ちゃんと危険なものを認知する力がね。なぜか私、須田さん道で見ることが多いんですけど、実はこれって皆さんあるあるなのかもしれないですけど、はい、実は皆さんも特に東京なんかいらっしゃると、うん、多分結構いろんな芸能人すれ違ってるはずなんです。それ多分どっかの暴力団の人、いや、本当に須田さん、本当に須田さん本当に須田さんだった、ただ目立つんでしょ、うん、多分、あ、そりゃそうですよ、昼間の六本木を向こう側からヒルズの前あたりから歩いてきたんですよ、目立つはずですよね。あ、そりゃ、まあ、その時マスクとかもなしなんで、マスクしてても多分分かる、マスクしてても今ちょっとね、あの、なんかダイエットされてちょっとね、細くなったよ ね、ちょっと細くなったんですけど、前の須田さんですね、まさに危機管理能力がないと私たちもやばいっていうか、まあ、痩せたけどやばさは、見た目のやばさは変わんないですよで私会って、あ、須田さん、道でフィーフィーと須田さんが喋ってる絵図を他の人が見るほど怖いものはない、それは怖いですね、どういう関係のこの人たち。いや、でもね、須田さんね、あの時々本当にやばい格好してるんですよで、名古屋駅でちょっとうちのスタッフと一緒に2人で歩いた時に、僕は気づかなかったんですけども、いや、今本物のヤクザ久しぶりに見たなと思って近づいたら須田さんだったんですよ、ね、結構やばいですよ、なんかね、はい、似合うんですよね、はい、ああいう雰囲気の、はい、ちょっと派手にしても、あとでも私服はめちゃくちゃ、あの、またカジュアルなポップな、すごいおしゃれな、でもそこまで行って委員会のとかに出てる結構どぎつい、ね、あのスーツなんか、あ、全部私物なんですよ、うん、あ、そうですね、うん、両方とも私物、似合っちゃうんですよ、似合うから着るかどうかわかんないけど、本当に皆さん、まあ、型にはまってますよ ね。最近そんなバトンないじゃないですか、番組でも近くなっちゃったんですよ、席が席関係ないだろうな、なんだろうな、あの、多分ね、イスラム教と神道の話とか相当ぶつかったんですよ昔ですか、うん、覚えてないですか、なんか
そういうのもありましたし、あとなんかそうですね、オリンピックのこともちょっと行った時あって、はい、オリンピックね、海外だとオリンピックそんなあれなんですね、はい、ワールドカップの方が盛り上がるんですよって言った時にもうすごいヒーズじゃって、あーって思って、あ、そう、そんなオリンピックの方が盛り上がるって言ってました。でもなんかそれはそれですごい昔の番組ってあの委員会ってもっとすごいバトルだらけで、そうですね、まあ、下手したら俺もう帰るみたいな形の人たちいっぱいいったんで、僕がもうやっぱりおとなしくなりましたよ。あの罵倒したらゲストが来て喋ってプレゼンしてた時に僕が罵倒したらマジ切れて帰っちゃったっていうケースがあったんですよ。ありますもんね。その時はですねやばかったんですよ、うん、ある方があの、明治天皇すり替え論っていうのをとうとうと語ったんですよ。それで僕がもう全面否定してもうめちゃくちゃケチョンケチョンに言ったらその人ブチ切れて、ふざけんなもう帰るわって言って、で帰り際放送したら訴えてやるって帰っていったんですよ。でも生放送じゃないですかね。そう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 、あれはね、じゃあカットされたんですね。それでコーナーごとボツになった。あ、じゃあ誰が来てたのかわからないのですね。全く、ええ、コーナーごとボツになって、その時は僕はちょっと責任を感じちゃいましたね。いや、大阪の番組ってすごいですからね。だからゲストがね、なかなか東京ではああいうのやらない、帰るほどはやっちゃいけないんだなと思ってね。これ先週末のそこまで行って委員会で当然ウクライナの話でしたけども、外交評論家のね中林さんとまあ議論になったんですよ。で、なんでアメリカはね助けないんですかって言ったら、中林さんはいや、あのアメリカの世論がね、もう近づくなと、関わるなという世論なんですよと。だから本来であればね、まあ、これまでだって戦後アメリカがね、作り上げてきた世界秩序ですから、まあ、ウクライナとは同盟関係にないとはいえ、ね、一主権国家が全面侵攻を受けてるわけですから、これアメリカだってちょっと待ったっていうね、何やってんだって言って出てくるってことないんですかって聞いたら、中林さんはいや、これはアメリカでね、関わるなっていう世論なんですよと。だからアメリカは動きませんよってわけですね。じゃあもし台湾有事が起きても同じこと起きるんじゃないですかって聞いたんですよ。まあ台湾の場合はアメリカとね、ほらあの条約を結んでますから、台湾関係法っていうのがあって、いざという時にアメリカがね手助けするっていうね、そういう組み方になってるわけです。まあただ日米安保ではアメリカは日本を防衛する義務があるって書いてあるんですけども、台湾関係法では防衛の義務までは言ってないんですね。でもアメリカがですね、まあ、支援するってことは書いてあるわけですよ。じゃあね、台湾有事が起きた時にもしアメリカで、もう台湾関わんない方がいいよ、中国と戦争してるややこしいからもう関わるなっていう世論だったらどうなるんですかって聞いたんですよ。そしたらね、一生懸命中林さんね話そらそうとするんですよね。いや、ちょっと待ってくださいって、僕が聞いてる問いに答えてくださいと。もし台湾有事があった時にアメリカの世論が冷めてたら、アメリカはね支援しないんじゃないですかって聞いたら、またね話をそらそうとするんですよ。ちょっと待ってくださいと。本当にアメリカは台湾を助けますかって聞いたら、助けると言わなければいけないんだって言い始めたんですよ。もしそれ助けないとか言ったら終わりなんだって言うんですね。そしたらもうそれは終わりだから言えないってわけです。助け受けに来ないなんていうことは言っちゃいけないっていうわけですよ。それを聞いて、やっぱ来ないんですかって私は言いましたけどね。だってアメリカのね専門家ですからね、その方がいや本当に、ね、台湾有事でアメリカは助けるんですかって聞いた時に、助けると言わなきゃいけないということは、おそらく本心ではもしその時にアメリカのね世論が関わるなっていう世論だったら多分関わらないんですよ。それって日本が攻められた時も一緒ですよ。一応条約上ね、日米安保で日本有事の時はアメリカ防衛義務があるって書いてあるんだけども、それだってアメリカのね世論の7割8割がねもう関わるなっていう世論なのに、それを振り切ってね軍を出せるかって言ったら多分無理なんですよね。やっぱこれが民主主義の限界なんですよ。トップがこうだって言ったって本当引きずり下ろされますからね。
国民の7割8割が反対と、日本を助けるためにねアメリカ人の血を流すなんてやっちゃいかんというふうになってたら、そら大統領、いやだって条約約束だし行かなきゃって言っても無理ですからね、だから日本はね何があってもアメリカが助けてくれると思ってるけど、見てくださいウクライナで、はい、アメリカは何もしなかった、 NATO だって EU だってほぼ何もしてませんよね、まあちょっとね、裏で武器を渡してるだけですよ。でどこの国も兵隊を送ろうとしないわけですよね。でこれと同じことが、まあ台湾有事でも日本有事でも僕はあると思うんですね。でもしアメリカの世論がね、日本を見殺しにするな、ね、台湾を見殺しにするなと、アメリカの兵隊がね5万人10万人死のうがそれでも構わない、中国と戦って台湾を助けろっていう世論だったらいけるんですけども、え中国と戦争すんのって、えちょっと待ってみたいな、いや中国と戦争はやめようっていう世論に僕はなると思うんですね。だから結局本当に有事が起きた時にアメリカが、いや私どちらかというとアメリカはアメリカのことを信じたいですし、親米保守ですよ私は。やっぱり日本が一番ね頼るべき国はアメリカだし、アメリカとの友好関係は絶対に必要だっていうふうに思ってるんですけども、その私ですらいざとなった時に日本を助けるためにアメリカが動くかと、はい、だからねこれまあ動いてくれたらラッキーですよ、動かなかったら日本終了じゃ困るんで、やっぱウクライナ見て改めて思ったのは、自分の国を守るのはもう自分の国の力しかないと思うんです。そのだから日本の国防は日本の力だけでやると、でもアメリカもサポートしてくれたらラッキーっていうぐらいじゃないとね、はい、だから安倍さんが言い始めましたよね、ニュークリアシェアリングのことを、日本が独自の核を持つということではなくて、その一歩手前のことを安倍さんは言いましたよね。アメリカの核を日本に配備したらどうかと、それはあくまでも日本が所有するんじゃない、アメリカが持ってる核を日本に配備すると、まあそういうね、ですからその一カ国が核を持つんじゃなくて、それを例えば台湾のために使うかもしれない、日本のために使うかもしれない、韓国のために使うかもしれない、みんなが、ね、困った時に使えるように適切な場所に核を置いていくというですね、そういうことをすると、まあ、日本は核保有国にはならないんだけども、さも核を保有しているのと、まあ、同じような効果を生むということなんですよね。ですからその、まあ、作らない、持たないで持ち込ませないという非核三原則ありますけども、3つ目のね持ち込ませないっていうのをもうやめたらいいんじゃないか、日本は作らないし持たないんだけども、いやアメリカの核は配備できる、はい、こういうふうにすべきなんじゃないかということを安倍さんが言い始めて、まあまあ国会でも大騒ぎになってますけどね、自民党の中でも意見が分かれてる、野党でもね賛成反対いろいろありますよ、共産党なんか議論すらするなとか言ってますけどもね、はい、なのでちょっとねちょっと日本は甘すぎるんですよ考えが。ウクライナを見てください、これが世界の縮図ですよ、はい、やっぱ自分を守るのは自分たちでしかないわけですから、いざという時にね日本を助けるべきなんだけども、まあ、ちょっと今かかんない方がいいかなとかっていうね、だって相手が中国ですからね、だから結局アメリカがなぜ動かないかっていうと相手がロシアだからですよね。もう簡単な分析ですよ、アメリカがね、そこに、軍事行動を取ったら即世界大戦になる、つまり米軍とロシア軍が戦う、これもう世界大戦ですよね、だからアメリカは関わらないってわけです。そんなこと言ったらロシアのやりたい放題じゃないですか、北欧の方とか攻めるかもしれない、バルト三国攻めるかもしれません、まあさすがバルト三国はね NATO ですからそう簡単にいけないかもしれない、でも北欧のね2カ国なんてあっという間に行っちゃうかもしれませんよ、周辺だってロシアの周辺でね、ロシア語喋ってる人がいるとこなんてロシア系だとか言って、なんか虐殺されてる守んなきゃとか言っていきなり進軍してくるかもしれませんから、その度にアメリカがね、いや今出たら世界戦争になるよね、じゃあ出ないなんて言ってたら、もうロシアのやり使い放題ですよね。それ中国だと同じことですよ。で中国が変な軍事行動する、じゃあアメリカ出てくるのかと思ったら、いや今アメリカ軍だ出たら中国軍とアメリカ軍の戦争になって、これ世界大戦だよね、じゃあできないよねって言ったら、そりゃもう中国のやりたい放題ですよね。
毎週そこまで言っていいんかいを拝見しているのですが、先週放送の厚生労働省についてのコーナーでゲストの田口氏と元官僚の方々のやり取りがありましたが、見ていてなんともいたたまれない気になりました。武田先生はあのコーナーをどのようにお感じになりましたか？まあ同じね、厚労省といっても豊田真由子さんと厚労省がやばいっていう本を書いた著者が真っ向から大喧嘩になったんですね。ちょっとすみません、私東京だからまだオンエア見えてないんですけども、マジでやばい喧嘩になってましたよ。豊田さんがもう切れて、もう完全否定ですよ。根拠はあるなら示せとかもうギャンギャンやって、著者はほやーっとしてて全然それに反論できなかったんですね。で結局田口さんって、要するに厚労省って厚生省と労働省が合体したわけですよ。豊田さんは元厚生省の部局なんですね。それに対して田口さんとやらは元労働省なわけですよ。もう全然企業文化が違う、合併した企業みたいな感じで同じ企業になってるけど全然違うみたいなあるじゃないですか。なので豊田さんとしては元建設省の部局にいた人間が何言ってんだみたいな、じゃあコロナの最前線とかお前知ってんのかみたいなね、いや僕はサボってました、みんなサボってましたよと言うけど、豊田さんはいやいやちょっと待てと、こっちの部局はそんな文化はないということでですね、結局その根拠はあんのかとかね、残業なんかしてませんよとか、いやいやしてたしみたいな感じでもう全然ですね食い違ってて、それは豊田さんはめっちゃ切れてましたね。田口さんもガンガン言われて、いや根拠あんですかって言われてニコニコしてるだけで全然答えられなくって、だから田口さんのいたところではそういう文化もあったのかもしれませんですけども、厚労省全体っていう立て付けで語ってたけども、もう全然そんな、豊田さんから見たらそんなもんお前の周りだけだって話で、厚労省全体かのような話すんなって感じで、もうたじたじって何の説明もできなかったですけどもね。豊田さんよく言ってくれました。あれ豊田さんいなかったら、へえ厚労省ってそんなやばいのっていうことで終わってたと思うんですよね。元厚労官僚が悪労って言ったら、へえそうなのってなると思うんですけども、だから早稲田かなんかの出身で、叩き上げの東大じゃないんですよね。早稲田の出身で大学院でちょっと東大に行って、それで元建設中の部局に入っているっていうことだったので、もうそれだけでみたいな感じでした。豊田さんね、早稲田みたいな全然本流じゃない、しかも厚労省の中でやっぱ厚生省部局が一番の花形なわけですよ。早稲田で東大は大学院かもしれないけど、建設省はそっちの人ね、ふうみたいな感じですげえバチバチやってましたけどもね。だから本当のね、東大卒でキャリアでど真ん中に入った人と見える世界が全然違うみたいですね。でも田口さんって本当にね、かっこ悪いなと思ったら、いや自分がバリバリ働いてたんです、でもみんなサボっててってんだって分かるんですけども、いや僕もサボってましたみたいな、お前サボってたんかいって話じゃないですか。だから僕は頑張ったんだけど、周り見るとみんなサボってて失望したとか言うんだったら分かるんで、みんなと一緒にサボってた人が何を偉そうに語ってるんだと私は思いましたけどもね。もちろんどんな組織にもね、真剣になってやってる人もいれば、なんか手抜いてる人もいるでしょうよ。お前手抜いてたんかいっていうね、語る資格ないよね。僕もそこは突っ込みましたけど、放送されたかどうか分かんないですけども、田口さん手抜いてたんだ、ふーんっていう話はしましたけども、それでね、暴露とか働いてません、いや僕もでした、じゃそんな全然暴露じゃないよね。そうそう、だから豊田さんが言ってたのは、周りで激務すぎて、ね、いっぱい自殺した人もいると、彼らのことを考えたら、あの著者みたいなことを言われて私が黙ってられないっていうね、ことをおっしゃってましたね。ありがとうございます。そこまで言って委員会に安倍さん現職の総理の時に何度も来てくれたんですね。何回ぐらい行きましたかね。普通そういうね、討論番組とかあとニュース番組とかでね、総理が出演するっていうのはまあまあありますけども、そこまで言って委員会って関西ローカルですよ。関西ローカルの、しかも なんて言うんですかね、そこまで言って委員会っていうのは報道番組でもないし、ニュースでもないし、なんならちょっとバラエティ色の強い番組ですよね。温泉入ってたのは
浪人中ですね、高人さんと温泉入ってね、もう一回やったらどうかみたいなことをおっしゃってた。で、実際総理大臣になった後もですね、何回かな、3回だったかな、毎回ね、私レギュラーですからね、その時に、まあ、安倍さんを交えていろんな話をしました。で、本当に安倍さん申し訳ないなと思った。別に私の企画でも何でもないですけど、まあ放送作家さんが考えたんだと思うんですけども、安倍さんにですね、丸×の札を持たせるんですね。で、結構答えるの難しい質問バンバンして、丸か×かみたいに上げさせるんですよ。現職の総理ですからね、いや、そこまでさせたら申し訳ないんじゃないかと思ってましたけども、まあそれでも安倍さんはね、ニコニコしながら楽しいって言いながらですね、丸とか×とか、うんうん、やっぱ×とかですね、これを上げられないとか言いながらですね、楽しんでくださいましたけど、まあそういうですね、堅苦しくなく、お茶目でね、楽しく楽しくその場を盛り上げてくださるっていうね、まあそういうね、本当に安倍さんの人の良さって毎回ですね思ってました。だからみんな大好きですよ、みんな安倍さん大好きですよ、安倍さん嫌いな人はいないですよ。毎週大変勉強になる配信ありがとうございます。先週のそこまで言って委員会、安定的な高等維持に関しての議論、大変意義のあった議論だったと思います。武田先生の顔つきもいつになく気合の入ったように見受けられました。旧皇族の復帰案についてさらっと国民の理解を得るのは難しいとおっしゃられた方がいられましたが、果たしてそうでしょうか。実際復帰してすぐに皇位継承権が得られると誤解されている方もいらっしゃいました。さらに一般人になって70年と言われてましたが、我々普通の一般人と同じではないと思います。そうなんですよね、そこまで展開でね、皇位継承問題やりましたので、ご覧になりたい方は TVer で全部ご覧いただけますからね、ぜひご覧くださいね。一般人になって70年って言いますけど、私まで40代ですからね何を言ってんだって感じ、まあ、私はね、復帰者としてはね、不適切だということは前から申し上げてますけども、だって今11宮家だって5歳6歳10歳いっぱいいますけども、全然70年どころかまだ生まれて5年ですけどみたいな感じですからね。なので、まあいろいろ意見がありました。大体ですね、旧皇族が復帰しても国民が認めるかとかなんとか言うんですけど、じゃあその方に今皇族何人いるか知ってますって言って、写真パッと出してこの方のお名前何ですかって聞いて答えられるんでしょうかね。秋篠宮殿下ぐらいはね、お分かりになるかもしれませんけども、例えば、三笠宮明子女王とかね、高円宮鶴子女王とかですね、お写真お見せしてこの方誰って分かるんでしょうかね。よほど皇室通でなければね、全方のお名前がスラスラ言えるって方の方が少ないわけで、そこに一人二人加わったって認めるも認めまえも、現職の皇族の名前も知らないのに、顔も知らないのに何を言ってるんだって話なんですよね。ですから一般国民のほとんどは全皇族の名前と顔なんか一致しませんからね。つまりそこに1人2人3人入ったって気づかないですよ。そもそも全員の皇族の名前わかんないんだから、顔もわかんないんだから、そこにさらに名前とかわかんない人が 2,3 人入ったところで気づきません。だからそんな国民がこんな認められるかみたいにね、国民感情が爆発みたいな、そんなことないですからそうなんですよ。じゃあね、そういうこと言ってるね出演者の方いらっしゃいますけど、じゃああなた全部の皇族の名前と顔一致するんですかって話ですよね。気づかないですから、そういう人にとってはね、どうせ名前とかをね、知らない人がね何人増えたって分かりません。だからね、国民は認めないとか言いますけどね、そういうこと言う人にね、こう私ちょっと持ち歩いてようかしら、全皇族のね顔写真を、はい、この方誰でしょうって聞いてみましょうかね。この中に皇族じゃない人の写真が1枚あります、どれでしょうみたいなそれちゃんと答えられる人だけがね、国民が認めるかどうかっていうことをですね、述べる権利があると思いますね。アリスガーノミヤ事件もねあったでしょ。アリスガーノミヤ様に呼ばれたって言ってのこのこ出かけていったら全員詐欺にかかったわけじゃないですか。アリスガーノミヤなんてね、もう戦前になくなってるんですよ。でもそこから招待状が来て、あら私もミヤ様から呼ばれちゃったわとか言って言っちゃってるわけでしょ、のこのこ。それが結構な有名人が多かったわけですよ。そんなもんですよ、その程度ですからね。いつもだったらね、高森さんとかややこしい人が来て細部にわたって詳細な議論がいきなり始まっちゃうみたいなのがあるんですけども、今回の放送、先週末ですね、日曜日で放送した分では詳しい人がいなかったんですね。私一人だったんですよ。だから全員、まあそうですね、高等の歴史とかに詳しい人は私だけしかいなかったので、すごく落ち着いたね、いきなりそんな旧皇族から復帰して大丈夫ですかみたいな、そういう話に対して私が対応したみたいな感じで、まあ見やすい感じになってたかもしれませんね。もしよかったらね、 TVer で全国どこにいても東京の方もご覧いただきますからね、よかったらご覧ください。武田氏のため金を集めた。高橋元理事が武田氏のために金を集めたって言ってるんですよ。そこまで行って委員会でね、元検察東京地検特捜部のね若狭さんが来て、この問題をね高橋容疑者の件やったわけですよね。そしたらディレクターが、武田さんすいません、この話題なんですけども大丈夫でしょうかって言われて、全然いいですよ全然いいですよって、
パネルどうしましょうって言って、パパは逮捕されちゃうんですかって書いたんですよでそれ書いていいんですかってディレクターが、いいですいいですよ、パパはこの事件どうですかとかそんな程度でもいいですけど、いやいやいいです、パパは逮捕されちゃうんですかって書いてくださいって言ったら、わかりましたって言ってそのまま放送したんですよね。そしたらほらツイッターとかでそこまで言っていいんかい、知らないやつがね、パパとか言ってるの痛いとか、お前絶対そこまで言っていいんかい見てないだろうっていうね娯楽番組なんですよ、バラエティ番組ですからね。だからパパとか言ってるのキモいとか絶対あの番組見てないで、武田がビビってるとか、いやいや絶対し、これネタにしてなんか盛り上げてるだけですからね。余裕がなかったらそんなパネル出さないでしょ本当にパパ逮捕されちゃうんですかってビクビクしてたらそんなパネル出さないでしょ。絶対逮捕されないって分かってるから出してるんですよ。武田がビビってるとか全然見てないだろうってまあいちいち反論もしないですけどもね、ネタにして盛り上げちゃってな、こっちからね一応ね、若狭さんにすいません、あのと、うちの父はどうでしょうかと、専門家である若狭さんの見立てをお伺いしたいって言ったんですね。そしたら若狭さんは何と言ったか、この件で武田さんが逮捕されることはまあないでしょうと。いやそりゃそうですよ、分かってる人はそう言いますよ。なんかニュースで結構話題になっちゃいましたけどもね、先週の日曜日、そこまで言って委員会でね、鈴木エイトさんが出てきて、まあ、私と大喧嘩になったというですね、まあ、あの鈴木エイトさんはこれまでねコメンテーターとして番組に招かれて見解をね述べるという、そういうことはずっとしてきたと思うんですけども、ガチの討論番組でおみくちゃにじゃないですけども、あんたそれおかしいじゃないか的なね、そういう場面での多分議論っていうのはあんまりしたことがないんでしょうね。門田さんが疑問を呈し、山口真由さんがちらっと疑問を呈し、私がおかしいじゃないかって言って入ってたわけですよねこの3人が呈した疑問って結構本質をついた内容でして、まず一つは門田さんがおっしゃったのは、なぜ安倍晋三なんだと、もし教団を恨んでいるならば教団幹部ねを狙って叱るべきなのにそれをやっていないと、統一教会に対する恨みの先に安倍晋三を殺すというふうにつながらないという、まあこれよく言われていることですけども、こういうことを門田さんが投げかけたわけですよ。これに対して鈴木さんは有効な返答をしなかったんですね。まあもちろんね、まだ裁判も始まっていないので犯人の意図するところはまだ分かりませんし、仮に裁判が始まったとしてもですね、どこまで真相に迫れるかは分からないわけですよね。まあそのお母さんが破産したとか教団のせいで辛い経験をした、そこは辛いんだろうなと分かりますけども、それと安倍さんを殺しに行くっていう、ここはですねどうもつながらないんです。鈴木さんの答えはもっと山上というのは俯瞰的に捉えてる、だからこの、自分が苦しんだ、周りに苦しんでる人もいるかもしれない、教団トップも憎いし、それをね関わりを持って援助した安倍も憎いしみたいな、うわー憎いみたいなものをガバッと俯瞰的に見てるんだってわけですね。じゃあ仮に俯瞰的に見てたとしましょう、じゃあなぜ安倍なんだって話なんですよ。なぜ安倍なんですかの質問に対して、いやもっと俯瞰的に見てるんですよと、これ全く答えになってないし理解を助けることにもなってないわけですよね。これがまず一つ。それから鈴木エイトさんが書いた本がテーマだったんですね、そこまで言って委員会では。その本のタイトルというのは、山上徹也とは何者だったのか。もちろん私この本を熟読して番組に出席しているわけなんですよ。その中でですね、私が感じたのは、もうこの事件はね私の責任だみたいなことを書いてあるんですね。これを止められなかったのも私の責任、言論の力でね事前にね政治と教団との関係をね取り除けなかったのも私の責任、これもこれもあれもこれも私の責任なんだと、自分の責任自分の責任ということが随所に書いてあるんですよ。それに対して山口真由さんは、そんなに責任を感じなくていいんじゃないですかと、別にあなたのせいで事件が起きたんじゃないと思いますよみたいなことを言ったわけなんですよね。それに対して、でも私は責任があると思っててっていうので、私がちょっと待ったと、それお前自分のビジネスのためにやってんじゃねえのかって話を私がしちゃったわけですよ。関係のないものをね無理やり関係を作って自分のせいですって言って、ジャーナリストとしてのね、まあ、成功をね掴みに行ってるかのように見えますよっていう趣旨のことを言ったわけです。
ちょっと直球で言い過ぎちゃったのかもしれない。だから僕は最初はね、山口さんがこういうふうに言ったけども、私はその程度の疑問じゃないと。いや、疑念を持ってると。わざとね、そういう立ち位置に自分を置いてるように、私は思いますよっていう話をしたら、すっげえ機嫌悪そうになったわけですよね。だから、多分一番言われたくないことを言われたと思うんですよ。次に、もう一つ言われたくないことを言われたんです。それはね、私パネルに第二の山上って書いてあったんですけども、模倣犯起きましたよねと。いや、もちろんね、この和歌山で、岸田首相を狙った暗殺未遂事件ありましたけども、あれまだね、後半も始まってないので、模倣しましたかどうかもわからないわけですけどもね、私が言ったのは、模倣した可能性があると。あなたのせいでこういうことが起きたかもしれないという、その意識はありますかということを言ったわけなんですよ。彼の思いとか、彼の経験とかを一生懸命テレビで伝えると。これは山上の思うツボだという。だから、鈴木氏は、まあ、ジャーナリストとして、これだけ大変なことがあったんだと、苦しんでる人がいるみたいなことを言ってね、まあ、別に山上をあからさまに擁護してたわけじゃないんでしょうけども、いかに苦しんでる人がいたかのようなね、ことを言ったことで、ほら、模倣犯が出たじゃないかみたいに言われた。それはないっていうことを、一生懸命この本の中で反論してるんですね。で、私はそこ何度も読んで、反論になってねえじゃねえかと思ったわけですよ。統一教会以外も似たようなことでね、やって苦しんでる人山ほどいますからね。例えば統一教会と創価学会なんて、信者の数が桁二つ違いますからね。統一教会も相当えげつないみたいですけども、あっちだってかなりえげつないですからね。でも、鈴木さんが止められなかったのは自分のせいであるかのように語り、教団から苦しんだ人がいるんだっていうことを語れば語るほどね、法律を作んなくてはいけない、教団を解散させなきゃいけないって言って、実際政治が動いていって、ある人によって山上よくやったみたいなことにもなりかねないわけですよね。そうすると世の中を変えようと思う誤った義憤ですよ。それに駆られた人が自分も事件を起こして世の中を変えようみたいな模倣犯が出てくるやもしれない。まあ、これはね、私がずっと彼に対して思っていたことなので、まずビジネスしてんじゃねえかということと、模倣犯を生む可能性についてどう思ってんだってことをぶつけちゃったわけで、2つともその危険性を喋ったらもうぶち切れて、向こうはですね、それはね、ストローマン論法だと、日本語だと藁人形論法、これってどういうことかというと、ゴールポストをずらす、これがストローマン論法なんですね。例えば道端で子供がうるさい主張に対し、いや子供をね家の中に閉じ込めておくつもりなのかって返す、これストローマン論法なんですよ。じゃあこれうるさくならないようにどうしたらいいかとか、静かに遊びましょうとかね、外で遊ぶ時にも迷惑にかかんないようにしようとか、これがまず普通じゃないですか。それに対してちょっと話を微妙にずらしてね、関係ありそうなんだけど実質関係のないところに話を持ってって、本当の議論をこうさせないっていう、これをですね、ストローマン論法ってわけですよ。まあ、よく日本と韓国とのやり取りでしょっちゅう出てくるあれで、で私がね、犯人に寄り添う理解を深めるような役割を鈴木エイトさんが果たしていくというのは、模倣犯を生むリスクがあるって言ったわけですよ。だからね、全部ダメとは言ってないですよ。プラスの面もあるでしょう。でもマイナスもあるの、あなた知ってますかって言ったんですね。これはストローマン論法だと思います？これ違うんですよ。もし私の言うことがストローマン論法だというならば、それは本質をずらした議論であると。この議論をすることによって本質の議論ができなくなると。要するに論点ずらし、ゴールポストずらしだという、そこを説明したら、すいませんストローマン論法でしたってなるんですけども、こうやってね、犯罪者に寄り添うような、もしくはなぜ安倍を殺したのか、だから安倍さん殺しちゃったのねってみんながうんうんって納得できる、そんなね理解に加担する、その鈴木さんのこの言論というのは、これはマイナス面があると言ったんですよ。模倣犯を生むリスクがあるのを認識してますかと言ってるわけですね。そしたらそれに対してストローマン論法と来たわけですよ。いやいやいや違うからって話なんですけどもね。欧米ではこうテロ事件が起きた時に、犯人のね犯行声明とか、なぜやったのかとか、社会のどこに憤りがあったのかと、そういうことは報道しない。なぜならばそれをね宣伝してほしくて事件を起こす人もいるかもしれないからですよ。で自分の思いがテレビとかでわーって外に伝えてくれるんだったらばね、それだけでいいという人もいるかもしれないわけですから、アメリカとかヨーロッパでは犯行の動機とか経緯とか細かいことについては報道を自粛するっていう文化があるんですね。例えば自殺にしてもそうですよ。どうやって自殺したかっていうことを事細げに、何
何に悩んでたかとか言うと、あ、俺もその悩みだわみたいな、じゃあそうやってやろうみたいな感じでね、後追い自殺しちゃう人が本当に多いんです。だから芸能人の自殺をどう報道するかいろいろ議論があって、昔はね細かくやってたんですけども、そのやらないっていう報道各局の申し合わせができたんですね。だからどうとかなぜとかってあまりやらないようにしたんですね。それはもう統計的に分かってることだからなんです。であとそれと同じようにテロリストの動機とか犯行経緯とか細かいことは必要最低限しか触れないっていうのは欧米では常識なんですよ。ところが日本のメディアはそこがちょっとプッツンしてて、細かくテロリストの犯行動機とかなぜとかだからみたいなことをブワーやるわけですよ。それってまず日本の報道がまずおかしいし、その中心にいるのがあんただよって話を私はしたわけですよね。それからここ放送されたのかな、ニュージーランドの首相がニュージーランドで起きた銃乱射事件について犯人の名前はね、もう私は口にしないっていう演説を打ったんですよ。彼はね、ただのテロリストだ、ただの殺人鬼だと、彼は歴史に名を残さないと、ただの人殺しだって言って、もう名前も口にしない。大きな事件を起こす人っていろんなパターンがあるんですけども、例えば名前を残したい、殺人をすることによって名前を残したいとか、例えば自分と違って境遇のいいやつを見返してやりたいとかね、もしくはなんか恨みを晴らしたい、いろいろあるわけ。もしくは自分の政治信条をみんなに伝えたいっていうのもあるわけですよ。だからただの殺人者以上と、だから彼がなぜとかどうしてとか何に不満があってとか、なことどうでもいいと。何に不満があろうが、どんなに、ね、落ち込もうが、どんなに悲惨な目に遭おうが、だからといって人を殺しに行っちゃいかんわけですよ。そうなんだ、だから人殺しに行っちゃったんだ、うんうんみたいな、そんな理解は必要ないわけですよ。何があっても人殺しもダメなんだと。いや、もちろんね、動機の解明とか研究とかしてるんですよ。それ研究するなとか言ってるわけじゃなくて、そういうのは本とか専門学術書とかで出る分には、で学校のね法律とか治安の授業で扱う分には別に問題ないと思うんですけど、みんなが見てるお茶の間のテレビでね、犯人はこういう思いでこんな境遇でだからだからってやるっていうのはやっぱり全然違うわけですよね。だから私はそのテレビで犯行動機をつまびらかに探求したり紹介したり、あだからだって寄り添うような方向にね番組を作るのは、これは模倣犯を生むというふうに思って、非常に鈴木エイトさんの言論には疑問を持っていたわけなんですね。統一教会とっととね悪いことできないように徹底的にやればいいんじゃないですか。できればね、もっと違う教団もね、悪質な教団があったらどことは言いませんですけども、多くの人が泣いているという噴のね創価学会とかね、もう徹底的にやってほしいですよ。でね、ちょっと放送されたかどうか分かりませんけども、226事件の話をしたんですね。以前この番組でもね話したことあるかもしれませんけども、226事件のその声明文があるわけですよ。それをですね、陸軍のトップがこともあろうに昭和天皇の前でね、彼らはこんな声明文を出してますって読み始めたんです。そしたら昭和天皇がブチ切れて、そのようなものをなぜ朕に読み聞かせるのだと、大臣を殺害したと、これは重大なことだって言って、思いがあるから人を殺していいとか、愛国心があるから社会の秩序を崩していいということにならないわけですよ。いろんな義憤があったり思いがある、愛国心があると、でももうすでにこれ昭和の時代ですから、違う方法でね変える方法があるわけですよね。それで天皇陛下のに、任命された大臣を次から次に殺していったわけですから、だから軍の上層部が甘くてね、この青年たちもね愛国心があるんですよみたいな、お手柔らかにみたいな、理解してあげてくださいねみたいな態度で来たから、それに対して昭和天皇バカ者って言って直ちに鎮圧せよとおっしゃったわけですよね。だからテロリストの言い分とか、テロリストの正義とか、テロリストが社会をこう変えたいとか、そんなものはなくていいんですよ。そういう話を私は鈴木エイトさんにぶつけたわけです。そしたら有効な反論は何もできなくって、ただストローマン論法だというだけなんですね。そしてその欧米ではね報道してますよみたいなこと、いやいや実際ね報道を抑制的にしているのは事実ですから、アメリカでもヨーロッパでもそうなんですよ。そういう事実があるんですよっていうのは、そんな事実はないってわけですよ。いやあるんですよって調べたらわかることですけども、ないってわけですよね。それで、まあ、彼が言うのは、そもそも和歌山の事件というのはまだ動機も何も分かんないのに結びつけてんじゃねえみたいなことを言うわけですよね。いや結びつけてんじゃなくって、まあ、和歌山の件がね模倣犯かどうかそれは分かんないですよ。ただ模倣犯が生まれる可能性があるのをあなたは認識してるかと聞いたわけですよね。でですね、和歌山の件に関しては、まあ、これからいろいろと分かってくると思うんですけども、私は現状においては模倣犯の可能性は一定数あると思ってます。なぜならば和歌山の彼は社会を変えたいと思ってるわけですよ。国相手に裁判も起こしてるわけですよ。
まあ、具体的に言えばね、選挙に出られる年齢を引き下げるべきだって言って、自分は出られなかったって言って、あと供託金かな、誰でも出られないのおかしいって言って裁判やってるわけですよね。ですからおそらく和歌山の彼は社会に対して、俺はこう思うんだ、これおかしいだろって多くの人に知ってほしいっていう、それを持ってるわけなんですよ。そういう時に安倍さんの銃撃事件を知って、彼の生い立ちからこれまでの経緯からどんな意図があったかなかったか一生懸命全国テレビがね報じてるわけですよね。あ、俺もあれをやれば俺の考えをテレビでやってくれるのかと、っていう風になった可能性が、だからその政治的意図とか何もない人だったらね、いやもう法犯じゃないかもしれないかなと思うけども、彼は明らかな政治的意図を持って国との裁判中ですよ。ですから山上の件を見て、自分も大物を狙えば自分の政治意図を日本中にテレビが宣伝してくれると、そう思った可能性は一定数あるわけです。で、これはあくまでも私の予測ですけども、別にこれがそうかどうかはどうでもいいわけですよ。つまり大事件を起こせば自分の政治信条をテレビがね報道してくれるというのは、そういうことを求めている人が大物を狙うっていう事件を誘発する可能性がありますよね。社会のリスクが高まるわけですよ。そういうのがないかもしれませんよ。でもそういうリスクがあるわけなんですね。だから和歌山がどうかっていうのはどうでもよくて、中には いろんな目的があるわけですからね。東京は熊はさすがに出てないな。北京には出てるみたいですけどね、習近平っていうね、プーさんと呼ばれてますけども町田で熊出たの？いやー、それはやばいな。町田結構都会だもんね。山ん中もしょうがないけども、だからこれからね、山登り怖いよ。遭遇した時ね、どうするかですよ。ネタフリットが通じませんからね、ダメですよ。それこそあの町田さんっていう動物学者いたじゃないですか。パンク町田ね。町田の話して終わりです。パンク町田さん、この前というかずいぶん前ですけど、そこまで一定委員会にね一度出て、熊と遭遇したらどうしたらいいかということで実演してくれてたんですけども、熊と会ったら熊よりも大きい動物だと思わせなきゃいけないから、大きい動物のふりをしてくれって言うんですね。歌を歌うとクマは安心するって言うんです。そこでパンク町田さんが、じゃあ実践しますって言って、あの顔であの体型でこうやって眠れとか歌い始めて、え、これやればいいんですかみたいな、本当かよみたいな、これで歌歌えって言うんです。これでガブってされたらどう責任取ってくれるのかなと思いながらね、聞くのかな、こうやって子守歌歌えって言うんですよ。そうそうそう、それをやってるパンク町田さんが怖かったっていうね普通だったら熊鈴ですよ、チャリンチャリンってね、人が声を会話しながら歩いてたら普通は来ないんですから。そこで来られたらね、だから子連れの母親母グマが怖いよね。最悪です。捨て身できますからね。利尻島っていないはずだったんですけども、泳いできたらしくて一頭発見されたっていうんですよ。その後どうなったか、いや増えないですよ、だって一頭ですもん。もともといないんですから、利尻島。クマ泳いで利尻島ですよ、利尻島。すごいです。ありえないって言って泳いできたらしいですよ。九州はクマモンはいるがって話ですけど私ついにそこまで一定委員会でカミングアウトしてしまいましたよ。私の小学生の時の趣味が航空無線を聞くことだったというね、地味すぎる趣味をですねついに暴露することになり、周りの連中航空無線の一つも知らないくせにね、偉そうにね語るわけですよ。お前ら何が知ってんだって話ですからね。ほら今はねネット上で聞けますけども、私小学生の時は自分でアンテナ立てて特殊なね受信機買ってきて繋いで、そこでね東京タワーとか東京グランドとか飛行機の航空管制を聞いてたわけですから、はっきり言ってこのねパネラーの中で私が最も詳しいんだと、適当なこと言うなと言いましたけど、ついにカミングアウトしてしまいました。地味すぎるでしょ。小学生の趣味で航空無線聞いてますとか相当地味でしょうよ。そしたら全員黙りましたけどね。だって私はもう定期的にね羽田空港のねあのシミュレーター施設通ってプロのパイロットの指導を受けてね離発着しょっちゅうやってるわけですから、民間機もやりますし戦闘機もやりますから、戦闘機の方は自衛隊のパイロットの OB が教えてくれるんですけども、だってもうあの暗い夜のあの時間にね止まってて無理よ、あれ20秒前に自力で発見しろって無理ですよ。だって滑走路って光光と光ってるんですよ。周り真っ暗でしょ。ここだよってことで
でね、こうこうと光ってピカ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 チラチラ動いてるんですよ。チラ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 動いてるんですよ。そんな中で真っ暗な飛行機がポツンと止まったって見えないわ、それは。私は F-35 で何度も航空母艦に離発着しましたからね。いや、もしパイロット2人が倒れても私だったら着陸させられますよ。もう普段やってますから任せてください。 F-35 もあるんですよ、羽田空港にね。あ、ここね、あの民間の会社がやってるシミュレーターが体験できるサービスなんですけども、パイロットがこそ練しに来るんですって。これ若いパイロットがね、定期試験とかある時に会社の施設を目いっぱい使えるわけじゃなくて、はいここで終わり、ちょっともうちょっとやりたいんだけどっていう時にここに来るんですよ。で、本物のパイロットたちがこそ練しに来てるというね。あ、そうそう、ラグジュアリーフライトっていう会社ですけどね、そこに私定期的に通って離発着やってますからね。787は中部ね、セントレアにあるんです。737は羽田にあります。で、羽田から一つ駅離れたところね、かつ旧ターミナルがあったところ、そこには F-16 と F-35 がありますからね。私会員証持ってますよ、そこの。飛行機のことは私に聞いてください。中部の方は747もありますね。まあ古い飛行機です。747、787もありますね。いや、787はいい飛行機ですよ。あれはいいですね。というわけで、もう航空会社も作ればっていう人もいれば、もうそろそろ飛行機の免許を取った方がいいんじゃないかっていう人もいますけどもねかつてはね、そこまで一定委員会でね、共産党大会とか言ってね、共産党幹部ずらり並べてやったんですけどね、最近やんないね。あれなんでやんないのかな、来てくんなくなったかな、さすがに。もう毎回もうボロクソクソみそに、でも向こうも言い返してこっちも言ってね、うわーってなってましたけどもね。あれ面白かったんですけどね。多分これ自分たち貧乏くじ聞いてるっていう風にバレちゃったですかね。ぜひね、出てきていただきたかったですけどもね。あ、私と小池さんのね、自衛隊論面白かった。忘れもしない、そこまで行って委員会でね、共産党の人いっぱい呼んで、私も出てましたけども、国防論議になるわけですよ。そしてね、もういつね、中国が攻めてくるかわかんないし、台湾有事も起きるかもしれないからね、ちゃんと憲法9条改正してね、自衛隊をね、ちゃんとね盛り立てていかなきゃいけないって話をした時に、小池晃さんは、って中国も攻めてくる、本当ですか、いや来ませんよってわけです。中国見てください、いきなり中国攻めてきますかっていうわけですね。いやさすがにね、今日明日攻めてくるかといったら分かんないけども、国防っていうのは万が一に備えるもんですよって言って、じゃあ万が一ね、中国攻めてきたらどうするんですかって小池さんに聞いたら、あのことありえないってわけですね。もう絶対ありえないんだから、ありえないことを想定する話なんかないんだってわけですね。でもありえないことに備えるのも政治ですよねって言って、万が一攻めてきたらどうするんですかって聞いたら、いやそれでもありえない、ない話できないってわけですよ。でも国防ってね、目に見えない脅威に備えるのは国防だし、ありえないことを想像しながら、もしこうなってもこう対処するっていうのが政治の責任でしょうと。もう一回聞きますと、もし中国が攻めてきたらどうするんですかって、同じことを3回聞いたんですよ。やっぱ3個の例っていうぐらいですからね。劉備玄徳は諸葛孔明に3回言ってね、3個の例でもって、3回言われたらじゃあって言ったぐらいですから。これテレビでね、3回も同じこと聞く人いないですよ。そしたらついに小池さんが口を割ったんです。どうするんですかって3回目聞いたら、小池書記局長ね、当時ちょっと肩が違ったと思うんですけども、自衛隊に助けてもらうって言ったんですよ。もうそれ聞いた時に津川雅彦さんぶち切れてましたよ。ふざけんなと、なんだそれはと、普段からね憲法違反だとかなんとか言っときながら、いざという時に自衛隊に助けてもらう、なんだこのご都合主義はってね、金美玲さんも吠えてましたよ。これが本音なんです。自衛隊は憲法違反でクソみそに言っときながら、いざ戦争が起きたら自衛隊が守ってくれるって言ってんですからね。ひどいですよね。あれ見て私なんかもう痙攣起こしそうになりましたよ。なんだこいつはと。これが共産党の本音なわけですよね。ということは必要っていうことですよ。自衛隊は必要なわけです。だったらどうするって言ったら、憲法改正すればいいんですよ。自衛隊が不要だとなくせって言うんだったら、これは筋通るんですよ。憲法違反だし、いらないんだ、なくせって言うんだったらまだね筋は通ってるんですけど、憲法違反いらないでもいる、なくせない、じゃあどうするんですかって言ったら、憲法9条変えればいいわけですよ。そうすれば合憲になるし、必要なんだからね。そうですよね。普通それは憲法を変えましょうっていうわけですよ。違憲だし、憲法も変えちゃいけないと。でもいるんだって。要するにね、憲法に違反してる状態を続けろってわけですからね。これが日本共産党なわけです。だからね、突っ込んでいくとね、結構共産党の理屈って本当におバカちゃんですよ。ありえない袋小路にはまってますからね。もう矛盾だらけなんですよ。こんな矛盾をね、さらけ出されたら多くの人ね、軽蔑しますよ。それで最後自衛隊にみんな守ってもらうって、そんなバカなことあるかっていうね。まあこれだって、
ね、小池さんが出てきてくれてね、みんなと議論したから共産党の本性が分かったわけですからね。またね、出てきてほしいですけどね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。